手術して解決しないことって結構あってね。様子見ましょうって言われてる時が一番不安ですよね。様子見ましょうって意味わかんないですはい、整体院復活院長で理学療法士の松田啓太です。動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは3件以上の病院、整骨院、整体院に通っても痛みが解決していない、そんな人であればぜひこの動画を見てみてください。松田さん、はいよ。まあ、動画を日々投稿してて、うん、結構コメントって来るね。最近多いですね、コメントね。ここらでちょっと皆さんのコメントに答えていただきたいなと思って。いっちゃう？はいな、結構来てますか？はい。回答しちゃいますか。いいっすよ。じゃあ、ちょっとマジで打ち合わせしてなくて何が来るか分かんないって。はい、怖い状況ですけど、やっていきましょうか。今日でお願いします。わかりました。行きましょう。お尻の奥が痛いっていう動画で。ああ、はいはい。まあ、そういうことか。まさしく足のしびれで今通ってる整体の先生に、股関節の前側のストレッチをして、足の後ろへの可動域を広げることを勧められているのですが、はいはい。まあ、この動画の内容とまあぴったり。つながりました、うん、っていうコメントいただいてます、うん、はいはいありがとうございますそうね、あの多分同じ原理だと思う。まあ考え方違ったとしても、だいたい硬くなってるのがだいたい前側なんで、前側が硬くなっちゃったりすればね、前側が硬くなれば後ろへの負担って多くなるよねって話なんで、まああの股関節って曲がりやすい方向なん決まってるので、前側を緩めてあげるのはすごくおすすめなんで、ぜひちょっと頑張って直してみてください。この方は多分アキレス腱のコメントめっちゃいただいてて本当に、はい、アキレス腱の動画また出るんで、そっちも見ていただきたいんですけど、うん、アキレス腱炎も原因は一緒でしょうかってことなんですけど、あ、まあ、そうだね、アキレス腱も一緒。あの人間の体っていうのは行きやすい方が決まってますよって私の原理がありまして、いわゆる足関節は前に曲がる、膝関節は後ろに曲がる、股関節は前に曲がる、腰は後ろに曲がる、胸椎は前に曲がる、頚椎は後ろに曲がる、まあ、こんな風に交互に曲がりやすい方が決まってます。これがいわゆるいい可動性、行きやすい方がそもそも決まってる人間の体って話で、足関節はどうなってるかというと曲がりやすいですね。後ろ側が伸びれます。伸びるっていうことは何かって言ったら、いわゆる筋肉伸ばされてて筋肉頑張んないといけない状態だから、いわゆるここの後ろの筋肉頑張ってるよね。頑張ってるのがいわゆる腹筋、ひらめ筋、そしてそれがついてるアキレス腱になるから、まあアキレス腱も同じような原因でなりやすいよね。だから、で股関節が曲がってるから後ろの筋肉頑張ってるよねっていう筋、あの原理と一緒なんで、あの同じようにこうグッと伸ばすっていうところで、指の筋肉とか、あの腓骨筋、後脛骨筋っていう筋肉とかもやってみるといいかなというふうに思います。ショートの方にコメントで、うん、はいはい、甘いの人に似てるねっていうコメントがあります。治療の話ばっかり来ると思って、え、誰、甘い誰だっけ。スピードワゴン。あー、似てる、マジで、少しマジでちょっと心外なんだけどそうそう、そんなことないと。ありがとうございます。側腕症の動画です、うんうん、で、まあ、左の肩と背中、右のお尻に不調があります。まあ、多分クロス筋膜について教えていただけませんかって。クロス筋膜ちょっと自分は分かんないんですけど、胸腰筋膜かな。クロス筋膜、胸腰筋膜じゃないかな。胸腰筋膜っていうのは、胸腰筋膜っていうのは広背筋と大臀筋ってあるんですよ。右の大臀筋と左の広背筋がつながってて、こういうあのラインになる。逆に右の広背筋と左の電気がつながって、こういうラインになる。いわゆるクロスしてるんですよ、この腰の部分で。で、ここで胸腰筋膜ってやつが出てくるんで、まあこれが全部の筋肉が張ることによって腰安定させますよねって機構なんで、まあ、このバランスが崩れて左の肩が、右の腰がとかっていうのは起きますよねっていう原理かなと思いますけど、まあ左の肩が痛くって右の腰が痛いんであれば、こんな風にずれてることが多いかなと思うんで、あの右の広背筋と左の大臀筋が硬いと、逆に右の大臀筋と左の広背筋を鍛えて戻してあげましょう。そうすると痛み解決するんじゃないっていう、まあイルメント左の概念、 MSM とかやってみるといいかなと思います。整体の復活ぜひ来てください。椎間板が狭くなってる上に、うん、椎間関節性腰痛になってしまいました。はいはい。座ってから立ち上がるのが怖くて仕方がない。なるのでしょうか。ぜひ椎間関節症についてお願いします。あー、オッケー。椎間関節症っていうのは、結局ここの椎間関節っていうこの関節面ね、この動くところがあの不安定性になって、ある程度動くんだけど、動きすぎると不安定なんでグラグラしちゃうので、ここがグラグラしちゃってると。で、これがいわゆる椎間板ヘルニア、椎間板がこうあの崩れちゃう
で柔らかくなっちゃうとグラグラしちゃうので、椎間板ヘルニアに併発して椎間関節症が起きやすいです。でこれは解決するかしないかといったら解決します。何かといったら一関節ごとをしっかり固めていく、いわゆる多裂筋っていう筋肉を鍛えていくっていう運動療法があるんですけど、それしっかり改善してあげると、まあ多分症状と年次第ですけども、大体まあ1ヶ月以内には結構良くなってるかなって気はしますね。立ち上がりの時の不安感はまあある程度時間がもらえて筋肉が鍛えれば、あのだいぶ良くなるかなって気がしますね。肩甲骨剥がしのところですね、うん、肩甲骨を動きやすくするのが分かりますが、うん、骨盤、脊柱、肩甲骨の運動レーザーが正常にならなければ、うん、何度肩甲骨剥がしをしてもちゃんとした効果が出ないんじゃないか、うん、その通りです。そうですね、連携だと思いますんで、もうその通りだと思います。はい、母が1年以上太ももの外側の痛みで少し歩くと痛い、うんうん、で病院に行くと脊柱管変形、うんうん、整骨院でマッサージしてすねが結局だけど太ももが大丈夫ということは筋肉が原因でいいんですよね。まあ改善したんであれば脊柱管狭窄症、一番やっちゃダメなのがレッドフラッグって言って、背骨の、まあ、いわゆるこの神経根ってところ、もしくはこっちの背骨脊髄のところの圧迫受けて痺れてるんですけど、これデルマトームって言って神経の走行領域に痺れが出てるか痛みが出てるかって確認するんですよ。で太もも外側っていうのは L5 のことが多くて、 L5 そしてふくらはぎの前側通って足の甲まで来ますという感じなんで、全部が痺れてる痛みがあるっていう神経が走ってるラインであれば、ちょっと神経根の症状があるかもなと思いましたけど、まあ逆に太もも外が治療したら楽になったってことであれば、神経根症状、いわゆる脊柱管から来てるわけじゃなさそうだなって気がしますと。なんで膝が痛いに関しては、この大体頚骨外旋症候群っていってねじれてるだけなんで、これはちゃんと鍛えてあげる。内側ハムストリングスとか腓骨筋だったりとか臀筋っていうところで外旋を出していきながら、こう崩れてるんで、大腿骨が内旋して脊骨が外旋するってこんな状態になってるんで、これをこう持っていくっていう運動療法やってたら大体解決するかなって気はしますね。今年1月に第5腰椎椎間板ヘルニアの手術をして、うん、しびれがあまり取れず、今は座骨神経痛のようなしびれや痛みがあります。はいはい、ってレッドフラッグですか？いやー、かわいそうって言って申し訳ない。まあまあまあいろいろありますからね。手術して解決しないことって結構あってね。レッドフラッグかどうかって話ですよね。レッドフラッグかどうかって言われると、レッドフラッグではなさそうな気がしますというか、ちょっとわかんないですけど、曖昧に言ってます。ただ、膀胱直腸障害、いわゆる勝手に尿が出る、便が出るっていう症状。あとは運動麻痺、いわゆる力が入りにくい。あとは感覚障害、触ってても触ってる感じがわかんない。あとはがんとか内科疾患の起用、でっかい、すごいでっかい病気がなかったら、基本的にはレッドフラッグではないと思います。で、そもそもレッドフラッグっていうのは、徒手療法の禁忌になるので、手術適用なんですよ、大体。なんで、手術して解決しないってことであれば、レッドフラッグじゃない可能性が高いかなっていう気はしますね、個人的には。静岡県八木津市に住んでいます。はいはい。座骨神経を治してくれる整体を紹介してください。整体院復活。まあ、整体院復活、福岡で、久留米、プラスアルファ、上は北海道の帯広ですね。東京関東周辺になると千葉、あとは、静岡がありますか、静岡の浜松にあります。あとは大阪ですね、ここでやらせてもらってて、今からですね東京が、増えたりとか神奈川の方が増えたりとかっていう風にちょっと考えていますので、まあぜひぜひ都内の方とか気になる方とかであればぜひね来ていただければ嬉しいなと思います。静岡もありますね、浜松に、ぜひ来てみてください。私は前十字靭帯断裂で手術しないでリハビリで治療中の64歳のおじさんです。就寝中によく寝返りした時、ももが回ると後からふくらはぎがカックンとついてきて、その時膝がバキッとなります。歩行中は膝がよく抜けます。痛みで動けなくなります。麻痺もないのに力がうまく伝わらなくて困ってます。PT さんも担当医も様子を見ましょうしか言わないので不安です。もしよろしければアドバイスお願いいたします。お忙しいところすみません。膝の痛みについての動画ですね。結構激しいね。ロッキングとかっていうんですよね、その挟まっちゃって痛いとかっていうのもあるし、
あとは不安定性ががっつり出てるなっていうタイプなので、ちょっとしっかり運動療法とかやっていった方がいいかなと思いますね。膝が前十字靭帯っていうのはこう膝がこう、まあ、簡単に言うと脛骨がこう前に抜けちゃうんですよね。で抜けてしまうことによって、まあ、グラグラしちゃってますよと。でこう靭帯とかがたくさんあるので靭帯とか半月板とかそれので止めてるんですけど、その中でもこう靭帯が抜けちゃってるのでグラグラしてると。でそうすることによって曲がったりとかの時に挟み込んで痛いとか、膝が外れてしまって痛いとかってこととか不安定が出てきてるんですよね。で結構激しい方なので手術適用でもいいんじゃないかなっていうレベルですけど、まあ、60代なんで、まあ、やらなかったんだろうなって気はします。でどうするかって言ったら、まずはちょっと側関節と股関節のところの筋力を鍛えてあげるのがおすすめかなと思っています。で理由としては膝がもう曲がりやすい、グラグラしてるは変わんないので、膝が曲がった時にやっぱ支えていかないといけない、膝の力が入りにくいので、股関節でしっかり伸ばしてあげる、側関節で伸ばしてあげる、いわゆるこの2個の関節を使って膝を伸ばす、膝を安定させるってことをやってますと。だから膝が逆に曲がっちゃうのを側関節でも調整できますよね、股関節でも調整できますよね、っていうのをしっかり作ってあげたいんで、股関節の殿筋、お尻の筋肉、あとはふくらはぎの筋肉、指の筋肉、この辺しっかり鍛えてあげるとだいぶ楽になる気がするなと思っていますね。様子見ましょうって言われてる時が一番不安ですよね。様子見ましょうって意味わかんないですちゃんと原因伝えて、これぐらいの期間でちゃんと改善していくとか、これはちょっと改善できないってちゃんと言ってあげた方がいいと思うんですね。以上ですか。はい、というところで、まだまだたくさんあるんですけど、まあこれからもこういう動画撮っていきたいです。いきましょうかな。わかりました。OK です。はい、ということで、今日はこんな感じの質問動画になりましたけど、まあ、定期的にこうやってやりますんで、ぜひ皆さんコメント、ぜひくださいね。お願いします。あと、高評価いただけるとすごく励みになります。あと、今日の話よかったら YouTube チャンネル登録していただけるとすごく励みになりますので、ぜひね、見逃さないようにチャンネル登録お願いします。あと、今日途中でお話しましたけども、整体復活、ぜひね、この動画見てみてよかったなと思っていただければ、概要欄の方に整体の店舗の情報を貼っておきますので、そちらの方から全国の店舗の方にホームページ見て、電話もしくは LINE で問い合わせしてもらって、ぜひ来店してみてください。では、今日はこれで終わっていきましょう。今日も動画を見ていただき、どうもありがとうございました。また見てください。